どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はこれをゲットしましたのでちょっと紹介させてもらいます。で、物の紹介もそうなんですけど、その購入体験ですよね。自分の足にぴったりなサイズを選ぶためにわざわざ測定してくれる、で測定した後に買えるっていう、そういう体験をちょっとシェアしてみたいと思います。歩きやすい革靴を探している、でも見た目も妥協したくない、上質な革靴を履きたいっていう方は今回参考になってくると思いますので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。前そのインスタにアップした革靴、チェルシーブーツ、サイドコアブーツっていうのがあるんですけど、それがすっごい気に入ってたんですよ。でも中がボロボロになっちゃったんですね。なのでちょっとみっともないなと思ってそれは手放しました。でそれから僕はこの普段はニューバランスの996っていうスニーカーを毎日のように履いてました。はい、毎日履いても全然傷まないので、ほんとすごいなって感じなんですけど、ずっとこれを履いてました。でこれを履いてからですね、僕はもう靴の概念が全然変わっちゃったんですね。今は靴は健康器具だって思ってます。はい、靴は健康器具。その影響でまたチェルシーブーツだったりサイドコアブーツを買う時も歩きやすさだったり、その足を守ってくれる感じは絶対欠かせないなっていうふうに思ったんです。アシックスって聞いて、やっぱスポーツメーカーな印象ですよね。実際これものがこういったやつなんですけど、足の裏見るとこういう感じなんですね。超高級ラインみたいな、その工芸品のような感じではないです。めちゃくちゃ機能美です。ただそのランウォークっていうカテゴリーっていうかシリーズになると、ちゃんと上質です、見た目が。実際これもう出しちゃいましたけども、天然皮革っていうものが使われてますね。ただこれ本革のレザーではなくて、スキンって呼ばれるジャンルになるんですよね。素材としては長く使っていればエイジングも楽しめるし、ちょっとずつその味が出てきますよ、で長く使えますよっていうことなんですね。そのサポート体制とかもすごいしっかりしてるんですよ。前の部分がすり減っちゃったとしても、その1万3000円ぐらいでもう下全部と変えますっていうサービスもしてくれるんですよ。長く使えるし、見た目も上質だし、性能もバッチリだっていうことで、なんか三方よし、三方よしじゃないですね、一石三鳥だなと思ったので、アシックスさんだからっていうイメージはもうこれには全然感じないです。僕はやっぱこの感じ好きですね。そのテカテカしすぎてないけど、これから履いていくと深みが出ていくっていう、そういうのが僕はなんか好きなんですよ。見た目だったりデザイン的なところはその好みがあるんで、ちょっとサクッと進めていきますけど、この靴を選ぶまでにこういう計測をしたんですよ。お店に入って、まず27センチのチェルシーブーツのありますかっていうふうに聞いたんですね。でそしたらスタッフさんが、ありますよというので出してくれたんですよ。でそれを履いたら、なんかちょっとブカブカだな、でも痛いところは痛いしなみたいになったんで、もう一個小さいのいいですかっていうので、もう一個小さいものを出してもらったんですね。なんかちょっと痛いところもあるし、でもブカブカだしみたいな感じで、ってなってたんですね。でそしたらそのお店の人が、どういったものをお探しですかっていうふうに言ってくれたんで、チェルシーブーツで長く履けて、でも履いてて疲れない、でも見た目が上質なやつが欲しいんですっていうのをかなりわがままな感じで伝えたんですね。でそしたら、そうですかと、じゃあ一旦ですね、ちょっと足のサイズ、もしお時間よろしければ測りますんでいかがですかっていうのを提案してくれたんですね。なので、じゃあぜひお願いします、もう自分の足にぴったりなものを探してるんでぜひお願いしますっていうので言ったんですよ。でそしたらそのお店、そのブティックのちょっと一角に案内してもらったんですね。でそれがここなんですけど、区切られているところの中にパソコンと計測機械と、あとはなんかちょっとしたこう立つところっていうのがあったんですね。でまずその裸足で、このカーペットの上に立ってくださいっていうふうに言われたんですね。なので、裸足になって立ってたら、その足にシールをペタペタって貼ってもらったんですよ。で貼った後にその計測の機械に片足ずつ入れてそれぞれスキャンしたんですね。でスキャン自体は、両足で3分かからなかったです。もうほんとサクッと、はい終わりですっていう感じで、あと待っててくださいっていうことで、そのサクッと終わりました。でそれから3分ぐらい待っていたら、この書類を出してくれました。
で、まあ、氏名だったり性別だったり年齢っていうのはまあ適当ですね。はい、なぜか2022歳になってます僕。はい、めっちゃ長老なんですけど、かかとがどう傾いているのか、歩いている時にかかとがどういうふうにすり減っていくのかっていうのが予想できるみたいです。かかとの傾き加減を調整するように中敷きを調整しますねっていうサービスをやってくれるみたいですね。まあ、今回僕はそれやらなかったですけど、まあいろいろ幅だったりとか、高さだったりっていうのを計測してくれました。で、僕の場合ですね、左と右で足の長さが違うんですよね。左がですね 24.9cm、6cm かな。で、右足が 25.2cm ということで、今まで僕足の長さ 26cm とか 25cm ぐらいだと思ってたんですけど、実際は 25cm ちょっとしかなかったっていうことなんですよね。はい、で、あ、小さいなーって思ってたら、いや意外と平均ですよっていうのを教えてもらいました。はい、じゃあ何をもって平均なのかっていうことなんだけど、それがここなんですよ。この表を見ると平均値よりも高いのか低いのか、それとも広いのか狭いのかっていうのが分かります。で、僕の場合はここですね、足の長さを見ると、まあ、平均なんですよね。なので、意外と25センチの人多いんだみたいなのは思いました。かかとも小さめなんですね。で、高高だと思ってたんですけど、まあ、そんな高くはないかなっていう言われました。アーチ高っていうのは土踏まずのことですね。で、僕土踏まず高いって言われました。はい、まあ、高いからなんだって感じですけど、下はそのかかとの傾斜角度だったり外反母趾があるかないかっていうのを計測してくれましたね。まあ、僕の場合は大丈夫ですよって言ってもらいましたけども、ただそのかかとが若干傾いているんで、まあそこはちょっと心配ですねみたいな、まあ医者じゃないんであれなんですけど、まあちょっと傾いてますよみたいなことを教えてくれました。まあ、なのでその、まあ、ずっとね ABC マートだったりシュープラザだったりっていうところでお世話になっていた僕からすると、こういう計測をした上で自分にぴったりの足を選べるっていうのはすごいなんか新鮮な体験だったんですよ。僕と同じように知らなかったですっていう人も中にはいるかなと思います。はい、なので、そういった方はですね、実際こういった、まあ、ナイキだったりニューバランスだったり、まあシューズメーカーは多分どこでも計測してもらえるんじゃないかなっていうのは思いますんで、はい、一体こうやって計測してもらった上で自分のその気に入ったデザインの、気に入ったデザインのどのサイズが一番ぴったりなのかっていうのを計測してもらったらいいと思います。僕の場合ちょっと土踏まずが高すぎるんで、その土踏まずをしっかり支えるように中敷きをもうちょっともっこりさせましょうねみたいな、そういった話もしてくれました。なので、まあ近々ちょっとそういうのをやりに行こうかなって思うんですけども、ね、今までその革靴って我慢して履くもんだって思ってましたね。ちょっと痛かったとしても、まあ、伸びるからいいかっつって無理やり履いてましたけども、でもね、やっぱこうやって計測してもらいながらやると自分にぴったりな靴っていうのを選べるんだなっていうのが分かりました。革靴本来のデザインの良さと、あとやっぱエイジングを楽しむ、長く使えるっていうのも革靴の良さですよね。まあ、でも歩きやすさも妥協しないっていうところで、僕は今回このアシックスさんにお世話になりました。で、今回これをゲットしましたということで、もしそのこの動画を見てくれている人で、その革靴だったりビジネスシューズをちょっと欲しいと思ってるんだよね、でもその自分にぴったりの靴なんて見つかんないんじゃないかなって思っている方がいたら、アシックスさんに継続をしてもらった上であなたにぴったりの靴を選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。そしてね、お気に入りの一足をゲットしてくれたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですね。なんかその妥協せずに自分にとってベストな一足を選べたっていう、なんかすごい満足感がありますね。はい、なので、今回の動画が一つでも多くの参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。